鎧を着用し、マントを身にまとい、剣にもたれかかるランスロット。ランスロットは、アーサー王物語等に登場する伝説の人物で、円卓の騎士の生員主君アーサー王の王ヒグイネビアとの不義の恋と、それにより、円卓の騎士の分裂の一因となった人物である。現存する文献の中では、クレチアンドトロアのランスロ、または、 荷車の騎士で、初めて彼の詳しい冒険が語られるが、クレチアンの、それ以前の作品である、エリックとエニードや、クリジェスにもすでに登場している。ウルリヒフォンサ地区方編による本案本、ランツェレトでは、彼とグイネビアとの関係が言及されないため、より初期のものに近い形で伝説が残されていると、考えられている。ガラハットは息子であるが、同時に、ランスロットの本名も、 ガラハットである。フランスの一地方を治めていたバム王の息子で、両親は共に早くに他界している。ランスロットは湖の乙女という妖精に育てられたため、湖の騎士とも呼ばれる。その後、成人になった彼は武者修行のためブリタンニアに渡り、そこでアーサーと運命的に出会った。そして彼に惚れ、後に遠卓の騎士として、 なお馳せることになる。馬上槍試合では、槍、剣術、乗馬のどれも彼の右に出る者はいなかった。騎手としての行動や振る舞いもまた素晴らしいものだった。アロンライトは、ランスロットの愛用する剣である。ただ、アーサー・王伝説には登場せず、14世紀初頭の中英語詩、ハンプトンのビーベス教の遺本が書出である。 アロンライトはこの詩の中でビーベス教の息子外教の剣として登場するが同時にもともとはランスロットの剣であったという故事が語られている。アロンライトは箱ぼれしにくい剣と言われている。ランスロットは同じ円卓の騎士のガーウェインの3人の弟をこの剣で斬殺してしまっている。さらにアーサー・王ののグイネビアに通じていたという説もあり。 主君アーサー王に密告されるのを恐れてガウェインの弟たちを殺したとも言われている。またランスロットはフランスのトランプではクラブのジャックのモデルにもなっている。湖のせいにさらわれるランスロットランスロットの父、ベンウィックの番号は即位したばかりのアーサー王の後ろ盾となってイングランド統一戦に兵を送ったフランスの地方国家ベンウィックの王であった。そのために フランスを長期カンルスにしてしまい、そこをクラウダスに攻められて、兄弟のボールス王ともどもに領地を失った。その時二人は噴死したとも、戦死したとも伝えられる。落城の折、万王のオーヒエレインは赤子のランスロットを抱いて逃亡するが、湖のあぜで休んでいるうちに、湖のせい、耳上によってランスロットはさらわれてしまう。この耳上に育てられたため、ランスロットは、 湖のランスロットも呼ばれる。ランスロットは長じて立派な騎士となり、アーサー王の宮殿を訪れて、円卓の騎士に劣せられることになった。ランスロットは武勇でも騎士道を守る心でも、円卓の騎士の中で並ぶものがなかった。トマス・マロリーのキャクストン版では、トリストラムと並ぶ最高の騎士とされる。しかし、アーサー王の王ヒグイネビアと恋に落ち、 騎シドと不義の恋との板挟みに苦しむことになる。ある時、ブラデメガス王の子マリアガンスは、グイネビア王妃に横連母し、彼女と護衛の景況をさらう。それを知ったランスロットは、救出に向かうが、マリアガンスの部下の待ち伏せを受けて、馬を射殺されてしまう。乗馬を失ったランスロットは思いよろいに難儀するが、森で荷車を見つけた。当時は罪人か不条なものしか荷車に乗ることは、 なかったが、王妃を救うために動き回るための乗り物は必要であり、ランスロットはこれに乗ることにする。荷車に乗って国中を走り回るランスロットの姿は噂となり、優秀の王妃や景況の知るところとなる。王妃らはランスロットが騎士道に背く行いをしたために、罰として荷車に乗っているのだと誤解する。いくつもの冒険を超えてランスロットはマリアガンスを破り、 王妃を救出するが、グイネビアは、荷車の一件で、ランスロットをなじる。反狂乱となったランスロットは3日3番森を、彷徨うが、気を取り直して王宮に帰り、王妃に事情を説明して、誤解を解く。ランスロットは、円卓の騎士の身代わりを務め、その窮地を救ったことが一度ならずある。京京が、変歴騎士としての旅に出ているとき、多くの騎士に挑戦されて負傷する。 そこを通りがかったランスロットは、K の武具を身につける。K だと思って挑戦する、サグラマー、ガウェイン、ヘクタード、マリス、ユーウェインはいずれも相手を K だと侮って破れる。サラセンの騎士パラミデュース卿はイゾルデに求婚したことがあったため、イゾルデの密かな恋人トリストラムと敵対関係にあった。ある時、パラミデュースは悪辣の騎士部リューズ三匹特任の騎士に襲われ負傷する。 そこを通りがかったトリストラムに助けられるが、トリストラムは相手がパラミデュースだと知ると、数日後にキャメロンの近くの川にあるマーリンの石踏みで決闘するよう要求した。ランスロットは傷も言えず、弱り果てたパラミデュースを見かね、パラミデュースの白装束を借り受け、対戦相手の名前も聞かずに代わりに決闘に出かけた。後日、ランスロットが アーサー王に反旗を翻したとき、パラミデュースはランスロット側についてフランスに領地を与えられた。アーサー王の死後もすでに回収していたパラミデュースはランスロットに突き従って出家した。優れた武勇や騎士道精神を持つランスロットを慕う女性は多かった。アストラットのエレイン姫はランスロットに愛を拒絶され衰弱して命を落とす。 彼女の亡骸は小舟に乗せられ、アストラット王の悲しみとランスロットへの非難を綴った文書と共に流されて、キャメロットに流れ着いた。そしてもう一人、ペレス王の娘、カーボネックのエレインは、魔法の薬の幻覚と、家臣らの演技を使って、ランスロットに、グイネビア王妃と誤認させて、彼と人用を共にする。この時身をもった子がガラハドである。ランスロットの母の名も、 エレインであり、彼の人生には何人ものエレインが登場することになる。ある日、ランスロットとグイネビアは、不義密通の現場を、円卓の騎士でありガウェインの弟であるアグラベインと12人の円卓の騎士に踏み込まれてしまう。この時ランスロットは、アグラベインと12人の騎士たちを殺害してしまった。王妃グイネビアは、不義の罪で家計に処せられるべく、刑場に引き出される。 そこを、ランスロットは吸収し、警護に当たっていた、多数の円卓の騎士たちを殺して、グイネビアを救出する。この際に、ガウェインの弟、ガヘリスを殺してしまう。ランスロットを敬愛する二人は、グイネビアを救出しにやってくる彼を傷つけないよう、丸腰であった。三人の弟を失ったガウェインは、ランスロット討伐を強行に主張するようになる。 ランスロットとグイネビアを追悼するために、アーサー王は国中に触れを出すが、人望あるランスロットを助けるべく、円卓の騎士の半ばまでが、アーサー王の命に従わなかった。こうしてランスロットとアーサー王をめぐって、円卓の騎士は二つに割れてしまう。結局、アーサー王は、ランスロットとグイネビアのこもる城、幸福の守りを落とすことができず、 ランスロットも自らが原因で円卓の騎士が二分してしまったことを後ろめたく思っていた。ランスロットはアーサー王が一騎打ちを挑んできてもそれに応じなかった。また、ある時はランスロット側についた円卓の騎士、ボールスがアーサー王を打ち倒した。ボールスは剣を抜いてアーサー王の首をかこうとしたが、ランスロットはそれを止めて王の命を助けた。 ロチェスター総侶の仲裁でグイネビアはアーサー・王の元に返され1年間の休戦となった。ランスロットとランスロット派の円卓の騎士たちはフランスへと渡る。そこでランスロットはエクタード、マリス、グレモア、ボールス、ライオネル、ラベインといった味方する円卓の騎士たちに自らと同じだけの広さの領地を与えて報いた。休戦の1年が過ぎると アーサー王の軍勢は海を渡って、フランスへ攻め込んできた。円卓の騎士同士の戦いに嫌気がさしたランスロットは、死者を送って、和議を申し出る。しかし、三人の弟を殺されたガウェインはこの申し出を、受け入れないよう、アーサー王に迫り、下避をめぐってランスロットは、ガウェインと一気打ちを行う。この一気打ちでガウェインは重傷を負う。一月が経ってもまだ、 アーサー・王とランス・ロットはフランスで退治していた。その間に、アーサー・王の息子モードレットが、ブリテンで反乱を起こしてしまう。ようやく和議を受け入れたガウェインは、先発隊として、ブリテンに渡るが、ランス・ロットとの一騎打ちで受けた傷の上を打たれ、それが元で死んでしまう。アーサー・王もまた、ガウェインの霊が枕元に立って、ランス・ロットと合流してから回戦に挑めと、 忠告したにもかかわらず、和義に失敗して単独でモードレットに挑んでしまう。結局、二人は相打ちとなり、アーサー王に従った円卓の騎士の大半も、ここキャムランの丘で討ち死にしてしまう。円卓の騎士の中で、ランスロットに従った半数を除けば、生き残ったのは、ベディビアだけであった。ムニの親友であった、ガウェイニア、主君のアーサー王。 そして多くの円卓の騎士の死に責任を感じたランスロットは出家を決意する。アーサー・王の死後、王妃グイネビアは出家し、迎えに来たランスロットをも拒絶する。ランスロットもまた出家し、二人は二度と生きて会うことはなかったという。グイネビアの死が伝えられると、ランスロットは自ら職を立って生を終えた。アーサー・王とランスロットとの戦いで、 ランスロットについた円卓の騎士としては、エクタード、マリス、ライオネル、パロミデス、サフィア、ラベイン、ボールス、ブレモア、ブレオベリスなどがいる。彼らのうち何人かは、アーサー・王の死後、ランスロットと共に修道院に入った。また、彼らの多くは何らかの形で、ランスロットに危機を救われた経験を持つ。アーサー・王に関する書籍の一覧、及び、 アーサー王に関する作品一覧を参照。ありがとうございます。